マイルズ・クリスチャン・ターナーは、アメリカ合衆国テキサス州ベッドフォード出身のバスケットボール選手。NBA のインディアナ・ペイサーズに所属している。ポジションはセンター。テキサス州のトリニティ高校時代は、全米クラスのビッグマンとして注目され、2014年のマクダナルズ・オール・アメリカンにも選出されたターナーは、大学も地元のテキサス大学に進学。 2014から15シーズンは平均10.1得点6.5リバウンド2.62ブロックショットを記録ターナーは1年間だけテキサス大学でプレーした後に2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明全体11位でインディアナ・ペイサーズから指名されたこの直後にペイサーズで同じセンターとして長くプレーしていたロイ・ヒワートはトレードで放出された 2015から16シーズン開幕2試合目のメンフィス・グリズリーズ戦で NBA デビュー。11月11日のボストン・セルティックス戦で左手の親指を骨折、その後手術して21試合に欠場した。2016年1月22日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦では自己最高の31得点8リバウンドを記録した。このシーズンは六十試合で、 平均28.1分、10.3得点5.5、リバウンド1.4ブロックなどを記録。初出場となったプレイオフでは1回戦でトロントラプターズを相手に平均22.8分で10.3得点6.4リバウンド3.3ブロックなど、レギュラーシーズン以上の成績を残したものの3勝4敗で敗退したオールルーキーセカンドチームを受賞し、 新人王の投票では8位だった。2016から2017シーズンは81試合で平均31.4分14.5得点7.3リバウンド2.1ブロックなどの好成績を記録。プレーオフ1回戦でクリーブランドキャバリアーズを相手に平均33.3分で10.8得点6.8リバウンド1.3ブロック1.8スティールを記録したが、 零勝四敗のスイープで敗退した。2017から2018シーズンは開幕戦で、ブルックリンネッツのデアンジェロ・ラッセルとの接触で、脳震盪と首の痛みを発症し7試合に欠場、右肘の故障により1月の9試合に欠場するなど、65試合で、平均28.2分、12.7得点6.4リバウンド1.8ブロックなど、前年より成績を落とした。 プレイオフ一回戦のキャバリアーズ戦では、第七戦の七点差を追う、第四球残り四分三十三秒で六ファウル退場となり、チームもそのまま敗退し、シーズン終了となった。七試合平均二十八点零分で十四得点五点一リバウンド零点六ブロックなどを記録。二千十八から二千十九シーズン開幕前の十月、ペイサーズと四年七千二百万ドルで、 契約延長。このシーズンは74試合で平均28.6分13.3得点7.2リバウンド2.7ブロックなどを記録し初のブロック王を獲得した。プレーオフ1回戦ではボストンセルティックスと当たり4試合で平均31.5分9.8得点6.3リバウンド1.8ブロックなどを記録しスイープで敗退した。ありがとうございます。